皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、今日もレターにお答えしていくんですが、妊活子供関係の、メッセージ、そしてこれって僕だけでしょうかというね、ご質問というかご相談届いてますので、ご紹介していきます。ぜひね、最後までお付き合いください。では、最初の方です。大輝さん、由美さん、はじめまして。今回感謝を伝えたくレターしたので、配信で読んでいただかなくて大丈夫ですと書かれてるんですけども、読みたいなと思ったので読ませてもらいます。多分ね、読んでいただかなくて大丈夫ですってことなんで、読んでもらってもいいけど、別に無理に紹介してとかじゃないよっていう、配慮していただいてね。僕にこう、優しさでそうやって言っていただいてると思うんで、僕は読みたいと思ったので、読ませてもらいたいと思います。読んで欲しくなかったらね、読んで欲しくないですって書かれると思うんでね、大丈夫だと思うんですけども。はい。私は31歳、結婚5年目です。今働いている職場の女性社員の中で子供がいないのは私だけで、子供は早く産んだ方がいいよと言われます。私は昔から子供が欲しく、いざ結婚して子供を考え始めた時、私の病気が分かりました。そこから数年治療し、その間妊活はできませんでした。また今後、完治はありません。上司一人にしか病気のことは伝えておらず、悪気がないことは分かっていますが、そんな環境にいることが辛く、仕事を辞めたいとすら思ったこともあります。そう思うのも、周りを気にして人と比べてしまう性格のせいで、そんな自分がずっと嫌いでした。そんな時、今回の対談の、どんな感情思考も自分を守ろうとして必死になっているだけの子たちという言葉にすっと心が軽くなりました。どういう感情かわかりませんが、泣いてしまいました。消そうと思うほどに声が大きくなるという内容にはわかると思いました。受け入れてもいいんだと気づかせていただきありがとうございます。今回の放送は今後何回も何度も聞き直すと思います。長文失礼しました。はい、匿名さんレターありがとうございます。今回の放送っていうのは第538回のね、自分の嫌なところとどう向き合ったらいいという、夫婦でね、対談した回を受けての、レター、メッセージということでありがとうございます。うん、ほんまにそうなんですよね。どんな感情も自分を守ろうと、必死に守ろうとしてね、頑張ってる子たちなんですよね。まあ、たまたまそれがちょっと今生きづらいなとか、ちょっと今この考え方しんどいなって言って、まあしんどさとしてね、現れてるかもしれんけど、その感情、思考、のおかげで今まで生きてこれた。で、多分その、今はちょっと邪魔やなとか嫌やなって思われてるかもしれんけど、それのおかげで助かった時も多分あったやろうし。ね、だからそんな今まで守ってきた自分の感情とか思考に、それは嫌や、こんな自分は嫌やって蓋してしまったら、そらね、その感情くんもね、感情ちゃんもね、悲しんでしまいますよ。私ずっと一緒にいたのに、守ってきたのにってね、ね、悲しいじゃないですか。だからどんな自分の感情思考も宝物だよっていうことは改めてね、お伝えしたいなと思います。で、今回のね、レターに書かれてるどんな感情思考も自分を守ろうとして必死になっているだけの子たちっていうことがね、そのまま映画になってる映画がありまして、それが以前の、放送でもね、紹介したことがある、インサイドヘッドというね、ディズニーピクサーの映画です。これね、見てない方は、今一度ちょっと見てみてほしいですね。このね、自分の感情が、どういうことなんか、その自分を守ってきた、嫌な感情とかも自分を守ってる、っていうのがどういうことかっていうのがもう映画にね、そのまま表現されてるんですよ。これはね、感覚として、ああ、こういうことなんかって、なんかこう、つかめる部分もあるんちゃうかなと思って、改めてね、ちょっと見てない方はぜひ、インサイドヘッドという映画があります。で、これどういうことかっていうと、まあ自分の、頭の中の感情が、
テーマというか感情が、まあ主人公って言ったらいいかな、まあ主人公はまあ人間の女の子なんですけど、その頭の中にその彼女を操る、まあコックピットみたいなのが頭の中にあって、まあイメージですけどね、コックピットがあって、その中に、悲しみちゃんとか喜びちゃんとか、何やったかな、怒りちゃんとか、まあなんか喜怒哀楽とかの感情がなんか4人とか5人とかで、それぞれ操縦席で運転してるんですよ、その人間の女の子。感情がまあある意味操ってるんですよね。でその感情が操ってるんですけど、4人チームとか、そのそれぞれの感情担当の人たちが複数人いて、4人チームだから喜怒哀楽やったら、例えば4人で操作してるみたいな感じになってて、だから誰が主導権握るのか、誰がこのコックピットの操縦席に座んのかっていうので、なんか全員が協力して操作してるっていうよりは、ある人は怒りちゃんがめちゃくちゃ声でかくて、一番あの幅利かしてて、俺が操作するっつって、まあ常に怒りがコントロールしてるみたいな人もいれば、ある人は喜びちゃんが一番メインで操作してたりとかしてて、まあ人によってそのどの感情が一番優位かっていうのが個性として違ったりするんですよね。そうだから、例えばなんか怒りっぽい人の頭の中は、喜怒哀楽で言うと怒りのね、魂、怒りちゃんが一番操縦席握ってて、一番声でかくて、あこんなおかしい、何してんねんとか言って、この怒りのね、信号を常にこうその人間にね送り続けてるわけなんですけど、でも一方でその怒りちゃんがわーって言ってる隣では、喜びちゃんがいやいやもっと楽しもうよとか、怖がりちゃんが、いやいやでもそんな怒ったりしたら怖いとか、なんかいろいろ言ってるんですよ脳内で。そのコックピットに座ってんのは怒りちゃんやったとしても、他の魂がなんかこういろいろ、いやでもそうは言ってもとか、いやもっとこうしようよとか、なんかいろいろ言ってるんですよ脳内でその様子がね、なんか可愛いというか、なんか面白くて、だから怒ってる人も怒りとして表現してるけど、実はその脳内の中ではいろいろいろんな声かけというか、いろんな思いがあったりしてとかいうのも、なんかそのこう映画としてね、あの表現されてて面白いし、その怒りで例えば怒ってる人も、そのな、じゃあなんで怒ってんねんっていうと、その怒りちゃんが操縦してる時も腹立つから怒ってるっていうのはあんねんけど、なんでその腹立ってるかっていうと、結局その頭の中で操縦してるわけですけど、この持ち主っていうのかな、この人間をとにかく守りたいんですよ。とにかく守りたくて、怒りちゃんは自分はその怒りを表現することをで生きてる魂なんで、怒りしか表現できないんですけど、その愛するがゆえに、その人間、自分の持ち主、宿り主って言ったらいいんかなその人間を守りたいがゆえに、その怒る怒りとしてこう表現してたりとかして、まあ要するにね、全部どんな感情も結局自分を守るため、自分を愛そうとしてその表現をしてくれてるっていうのが、もうまさにこのレターの通り表現されてるわけなんですよね。っていうことを喋ってるうちに調べてみたら、なんとインサイドヘッド2っていうのが公開されるようですね。今年の夏。8月1日劇場公開日かな。じゃあこの夏ですね。おー、2がなんと公開されるようです。すごいね。インサイドヘッド2、どんな感情もきっと宝物になる。ディズニー&ピクサーが送るあなたの中に広がる感情たちの世界。少女ライリーを子供の頃から見守ってきた頭の中の感情、喜びたち。ある日高校入学という人生の転機を控えたライリーの中に、心配率いる大人の感情たちが現れる。ああ、なるほどね。ライリーの将来のためにあなたたちはもう必要ない。心配たちの暴走により追放される喜びたち。ああ、巻き起こる感情の嵐の中で自分らしさを失っていくライリーを救う鍵は、広大な世界の奥に眠るある記憶に隠されていた。あー、これはでも深そうやな。もう完全これ心理学の世界ですよね。うん。監督メッセージ。この映画は自分自身を受け入れることをテーマにしています。ダメなところも含めて自分を愛すること。誰しも愛されるために完璧である必要はないのです。やって。これはもう、絶対面白いでしょ、これ。インサイドヘッド2。
ね、まあこの子供の頃はなんか喜び悲しみとか言ってね、そういうシンプルな感情だけで良かったかもしれんけど、やっぱ大人になるとね、やっぱ社会性というかやるべきこととかもあるし、役割があったりして、あれせなこれせなっていうのがあるから、自分の喜怒哀楽だけに従ってりゃいいってわけじゃなくなってきたりもするじゃないですか。みんなまあそうですよね。そうやって大人になっていくわけなんで、っていう時のその大人になった、まあ、大人の感情たちが現れるって書いてますけど、その大人の感情たちがその純粋なね、もともと自分が持ってる喜怒哀楽とか、そういうシンプルなこれが楽しいとかこれが嬉しいみたいなのを押し殺したりね、しちゃったりして、まあそれでちょっとやっぱしんどなったりとかありますよね。だからまさにそういうことが書かれてんのかな。これ多分大人こそ面白い感じになりそうな気がしますけどね、このインサイドヘッド2。ちょっと注目ですね。はい。まあ後半なんか映画の話ばっかりになっちゃいましたけど。まあね、そういうことですよ。だからこの感情、どんな感情も宝物とか、なんなんそれっていう方は、インサイドヘッドっていうディズニーピクサーのね、映画を見てもらったら、楽しんでなんかイメージできるんかなーって思ったりします。普通にね、ディズニーピクサーなんで面白いです。映画としても。大人が見ても全然面白いと思うんで。はい。よかったらぜひ見てみてください。特命さん、レターいただいてありがとうございました。はい。では続いてです。なめともネーム、通りすがりのハンドマンさん。メンバーの方ですね。大輝さん、ユミハンさん、タソ様、こんにちは。初めてレターを差し上げます。これまで YouTube、多分全部、いや、スタンド FM など楽しく拝見、拝聴させていただき、渡辺夫婦さんからはたくさんの影響を受けています。お悩みというよりは、渡辺夫婦さん、なべともリスナーさんへのご質問です。これは妻と買い物などの出かけた際に起こった出来事なのですが、店員さんから商品サービスの説明などを受けていると、店員さんの性別関係なく、なぜか妻の方ばかりに向けて説明を始めるのです。僕の基準ではありますが、顔はそこまでこわもてではないと思っていますし、話を聞きながらうなずいたりなど、相槌もしっかりとしているのですが、ほとんどの店員さんは僕の方を向いて話をしてくれません。たまにチラッと見る程度で、もちろん店員さんによっては僕たち夫婦2人に説明をしてくれるパターンも稀にあります。そういう時は僕も嬉しくなって商品を買う率が高めです。前に実際にあった出来事では、アパートの契約をするために不動産会社を訪ねて、契約にあたっての説明を受ける際、雑談の中で担当者の方が、旦那さんはどんな仕事をされてるんですかという質問を妻に向かってお聞きしていたことがありました。心の中ではこっちに聞けやと突っ込みながら、横から僕が割って入り話をするという出来事が起きたこともあります。渡辺夫婦さん、なべともさんの中ではこういう経験ありますでしょうか。もしくはなべともさんの中に営業職でお客さんと直接話をする機会が多い人がいれば、男性よりも女性の方が話しやすい、カップル夫婦の場合女性側に話した方が成約率が高いなど、僕が知らないような営業の鉄則などがあればお聞きしてみたいです。僕自身全然そのことに対して悩んでいるとか気にしているわけではなく、純粋な疑問としてレターを差し上げました。ぜひ取り上げていただけるととても嬉しいです。これからも応援しています。最後までお読みいただきありがとうございました。はい、というレターですね。なぜか僕には全然話してこうへんと、まあ奥さんの方、妻さんの方だけに何か商品サービスの説明、セールス、営業をしてくるということですね。こういうことってあるんかな。どうですか、みんなありますかね。僕はね、あんまりそういうこと思ったことはないかもしれん。自分に全然説明してこうへんなとか、なんか全然こっち見いひんなって思ったことは特にないかな。あんまりな、買い物した時とかなんやかんやの時に、っていうのが個人的な経験かな。で、この営業でどうですかっていう話あったんですけど、まあ僕、まあ営業職ちょっとやってたのとか、あと不動産のね、不動産投資というか、不動産の勉強もちょこちょこして、やったんで、まあそういう経験からいくと、まあ確かに、
この不動産の営業においては女性がなんか結構決定権握ってることも多いらしくて、まあ、奥さんの方が例えば部屋借りるときにこの家にしましょうとかで決める決定権が奥さんにあったりすることが多いようなんですよ。っていうのもやっぱり家のこだわり、そのまあ今でこそね、まあ共働きなんやかんやっていう話ですけど、まあやっぱりこう前の時代の価値観ってやっぱ残ってるじゃないですか。なんでやっぱ女性の方がなんか水回り気にしたりとか、キッチンなんやリビングなんやその家事したりとかね、やっぱその家でどう過ごすかっていうので、その女性が結構こだわりというか決定権持ってることが多かったりするようなんで、まあ女性の心をいかにつかむかっていうのは不動産の成約率を高めるのにまあ大事やったりはするみたいですけどね。とか、まあ家電とかでもそうじゃないですか。家電量販店でなんか冷蔵庫とか洗濯機とか、なんやらかんやらっていうその家電のセールスするときも、その夫の方の男性の方の心をつかむっていうよりは、やっぱ女性の、奥様のねうん、まあ昔の言い方ですると奥様の心をつかむっていう方が制約率は高そうな気はしますけどね。だからまあそういう都合はまあややあるかもしれん。やっぱり話しやすいっていうよりはそっちの方が制約率が高い、そっちを説得させないと決まらへんみたいな。お財布をね、奥さんが握ってるっていうこともあったりするんでね、っていうのはまああるかもしれんかな。でここからはねちょっとおせっかいなんですけどいいですか。ちょっとこの通りすがりのハンドマンさんのね、ちょっとおせっかいトークになってしまうんで、いやいやそれはいいよっていうのであれば、まあ無視しておいてもらったらいいんですけど、ちょっとレター読んで気になったんですけどいいですか。っていうのもなんかね、どうも、僕自身そのことに対して悩んでるとか気にしてるわけではなく、純粋な疑問としてレターを差し上げましたって書かれてて、でご質問としてもなんか営業としてこういうもんなんでしょうかみたいな、なんか営業の鉄則などがあればお聞きしてみたいですって言って、なんか単純になんか一般化した話っていうんかな、なんか自分とは関係ない話でなんか営業の話とかそういうので質問をまとめられてるんですけど、いや全く悩んでないとか気にしてないっていうわけでは必ずしもないんじゃないかなっていう印象を正直受けたんですけど、どうですか。なんか悩んだり気にしてなかったらこういうレターをこう送っていただくこともなかったんじゃないかなっていうのを思って、っていうのも途中で書かれてるんですけど、その自分の方向いてね、熱心に説明してくれたら、そういう時は僕も嬉しくなって商品を買う率が高めですって書いてるじゃないですか。だから嬉しいんじゃないですか、この営業とかで自分にも説明ねしてくれた、自分の方も向いてくれた、喋ってくれたっていう体験が嬉しいわけじゃないですか。ってことは逆に言うと、自分の方を向いて説明してくれへん、自分に全然関心向けてくれへんような、まあ営業お買い物の体験は嫌じゃないですか。あるいはまあ寂しいっていうかもしれんし、悲しいかもしれんし、つまらないかもしれんし、なんかまあ嫌じゃないですか。で自分の方を向いてくれたら嬉しいじゃないですか。で今どっちかというと寂しい、嫌っていう体験が多い状態じゃないですか。だからどっちかというと、これからね、その全く状況が変わらんよりは、これから店員さんも自分の方向いて楽しく買い物体験ができる日が増えた方が嬉しくないですか。なのでまあ、悩んでは別に悩み事ですってほどではないとは思うので、そりゃそうだと思うんですけど、でもなんか全然なんか僕はどっちでもいいんですけどっていうよりは、できたら話しかけてほしい、楽しく買い物したいっていう方が本音じゃないですか、どっちかというと。それはそれでね全然いいと思うんですよ。そう、楽しく買い物したいですって言って、なんかそれこそさっきの話じゃないけど、その楽しく買い物したいとか、こっち向いてくれなくて寂しいっていう自分の気持ちをちょっとなんかあんまり見ないようにしてないかなっていうのが、すいませんおせっかいなんですけど、ちょっとレター読ませてもらった印象としては思いました。なんでね、もっと買い物楽しみたいやったら全然楽しみたいでいいと思うんですけどね。
で、もしそうやったとしたら、僕的にこうやったらこれから買い物を楽しく、店員さんもねこっちに喋ってくれてっていう、こう確率が上がってくるんちゃうかなっていうのが一つありまして、自分のねスタンスをちょっと変えてみるんですよ。もしかしたらこれまであんまり自分の方を話しかけてこうへんっていう体験が多いから、あ、今日も話しかけてこうへん、今日もこっち向いてくれへん、この人も僕のこと無視かと、なんかそういう感じで、もし毎回買い物の時にね、あ、この人もどうかな、話しかけてくれるかな、どうかな、あ、やっぱりあかんかったってもしかしたら思われてるかもしれないんですけども、そうじゃなくて、話しかけてくれたら嬉しいな、もっと楽しく買い物したいな、で、なんならね、自分から話しかけてもいいんですよ。買い物の時、待ちじゃなくて、そのすでにね、うなずいたり相づち取ったりとかして反応はねしてると思うんですけど、もっとなんか、僕も楽しく買い物したいよ、あなたのこと興味あるよ、この買い物興味あるよっていうのをもうなんかどんどん出してって、なんか結局だから楽しんだもん勝ちじゃないですか。別になんか店員さんがどうしてくれるこうしてくれるじゃなくて、要するに楽しく買い物できたらいいわけで、で、通りすがりのハンドマンさんは店員さんと楽しくおしゃべりして、自分にも関心向けてくれて、熱心にね、説明してくれる買い物体験が嬉しいじゃないですか。だからそういう嬉しい体験はもう自分から作っていっていいと思うんですよ。なんか、あ、今日もなんかこっち向いてくれへんなーって、なんか向いてくれへんなー、どうなん、この人はどうなんやろっていう、心づもりでいくと、やっぱりなんか、そうなってしまうことが多くなっちゃうと思うんですけど、楽しむぞ、自分も楽しむぞ、買い物楽しむぞ、なんなら店員さんに自分から話どんどん振ってくぞみたいな。実は僕結構そういう買い物よくします。なんか自分が楽しんで買い物したいときは、僕から店員さんにめちゃくちゃ絡んでくみたいな質問したり、なんか話振ったり、もうなんか自分の楽しい、まあ僕もね、だから分かるんですよ。その店員さんとわーっていろいろ喋ったりする買い物が楽しかったり嬉しくなったりするんで、もうなんか話しかけてくれるというよりはもう自分から話すみたいな。で、すると、もうどっちが先とかどうでもよくて、店員さんと楽しく喋れて、買い物できたら結局楽しいんで、まあその楽しい買い物っていう結果が得られたら別にもう、プロセスは何でもいいので、店員さんが自分に関心向けてくれたどうのこうのじゃなくて、楽しかったらそれでいいんで、って思って僕はなんか買い物したりすることも多いですかね。まあだからおせっかいながら、この通りすがりのハンドマンさんに思ったのは、いや僕は別に悩んでもないし気にしてもないですよってことを書かれてるんですけども、いやーでもそうなんかなと、今あんまり話しかけてくれへんのが寂しいっていう、なんか嫌やなっていう気持ちが終わりやと思うし、で逆に熱心に説明してくれたら嬉しくなるってことなんで、やっぱそういう嬉しい買い物体験はできればね、もっと増えてほしいなっていうことは本心としてね思われてるんちゃうかなと思って、まずはなんかそこをなんか見てあげてもいいのかなっていうのと、そうやって楽しい買い物体験したんやったらもう楽しむぞと決めて、関わっていくで、すると、これはね、なんかちょっとやってみてどうかなんで、絶対そうですとは言い切れないんですけど、その実際ね、通りすがりのハンドマンさんが、こう、そのモチベーションで、その心持ちで、お買い物をね、いろいろやってみて、どう見え方が変わるんか、あるいは変わらんのか、っていうのをなんか確かめてみてもらったら、なんか、ちょっと新しい世界が広がっていくんちゃうかなという気がしてます。伝わりましたでしょうか。まあ、ちょっとこれはおせっかいやったんで、すいません、気にしないでください。まあただ一般的にね、なんか不動産とかなんやらの営業の時はこう女性側、こう妻側、奥さん側がいろいろ決定権握ってることも多かったりするんで、そっちをやっぱりしっかり、営業かけてっていうのは鉄則の一つとしてはまああるかなっていうのは思いますね。はい、何か参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。レターね、お待ちしております。ご相談、ご質問なんでも大丈夫ですので、匿名で送っていただけます。アプリからね、ぜひ、送ってみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。